ヒラノ仕様、本格活動再開への期待高まる、岸優ユタの合流で新展開か。ヒラノ仕様、ダンスの超絶パフォーマンスで再始動へ、キングプリンスの元メンバーで、7月に滝沢秀明氏の新事務所、戸辺に合流したヒラノ仕様が、本格的な活動再開に向けて準備を進めていることが明らかになった。世界的ダンサーの RIEHATA とのコラボで公開された聴衰ダンス動画が、 ファンや業界内で注目を集めている。これにより、平野のダンススキルがさらに磨かれていることが伺え、ファンの期待感は高まっている。RIEHATA とのコラボ、ダンスの高みへの挑戦。RIEHATA は、キングプリンスの難易度の高いダンス曲、アイチャイ版と、月読みの振り付けを手掛けた経歴を持ち、平野とはグループ脱退後も交流が続いていた。新たな動画では、 彼らが音楽に合わせて見事なダンスを披露しており、そのパフォーマンスはまさに圧巻と言える。平野のダンスの進化に対して、ファンからは絶賛のコメントが相次いでいる。ファンの期待、本格活動再開への待望、現在、音楽活動の休止状態にある平野だが、そのダンスのキレとパフォーマンスのクオリティは、キングプリンス時代よりも一層向上しているように見受けられる。ファンからは、 紫輝くんがどれだけ研鑽を積んできたのかわかる。早くライブが見たい。などの期待の声が相次いでおり、本格的な音楽活動の再開が待ち望まれていることが伺える。ELLE ジポン特別版、本格活動再開の予兆平野は11月号の ELLE ジポンの特別版で表紙を飾ることが決定し、これが本格活動再開の兆しと受け取られている。 特別版は予約開始直後に各ネット書店で売り切れとなり、わずか1日で重版が決定。ファンの熱狂的な支持を示す形となり、本格的な広告人気が期待される。雑誌の販売戦略、異例の抽選制導入、特別版の予約が即日完売となり、実店舗でも争奪戦が予想される中、一部の書店では雑誌の販売を異例の抽選制で行うと発表。これは、 平野の人気とファンの購買力の高さを物語っている。本格活動再開に伴い、広告や映画、ドラマのオファーも殺到することが予想される。岸優太の合流待ち、戸ベメンバー3人の再集結に期待、戸ベに合流した平野と同じく、元キング、プリンスのメンバーである岸優太が、9月いっぱいでジャニーズを退所することが発表されている。これにより、 元メンバー3人が飛べに揃うことで新たな展開が期待されている。業界内では、騎士の対処までに動きがあるのではないかとの見方が強い。新展開への期待、平野、神宮寺、騎士の3人が再び一同に、騎士ゆ太の対象を、飛べに合流する可能性があるならば、10月か11月中、遅くとも年末までには新たな展開が待ち受けている可能性が高い。平野、神宮寺、 騎士の三人が再び一堂に集まり、本格的な活動再開を果たすのではないかと期待されている。ファンは彼らの動向をうずうずしながら見守ることになりそうだ。新たなショーの幕開けか、平野市陽の本格再始動に期待が高まる、平野市陽のダンスパフォーマンスの進化や特別版雑誌の爆発的な人気、トべメンバー三人の再集結の可能性など、様々な要素が結びつき、 彼の本格的な活動再開への期待が高まっている。ファンや業界関係者は、新たなアキラの始まりを感じさせる出来事に胸を膨らませており、平野の今後の動向がますます注目を浴びている。